先輩方、よかったね。3月2日からっていうか、もう今からずっと休みだということはね、3月2日、まあ月曜日からではあるんだけど、まあ、金土、金曜日やる、もう過ごしたらずっともう休みだから、よかったね。おめでとうございます。いやー、よかったよかった。なんか先輩方が休みになって、なんか自分も嬉しくなっちゃって、ちょっとイオンまで買い物に行って買ってきて、なんか嬉しかったよね。さっきもね、ラーメン食べて、このラーメンってなんか買ってしまうんだよね。他のラーメンも試してみようかなと思っていろいろ見てしまったんだけど、やっぱ最終的にこれを選んでしまうということだね。なんでこれを選んでしまうんだろうね。で、今日はね、卵3個奮発して3個入れて食べたということ。本当にうまいね、やっぱこれね。まあだから先輩方の小中高かな、小中高の先輩方もまあ今からずっと休みになるわけで、親の先輩方がまあ非常に困るとか、まあ報道で言っているけれどもね、もう小中高ってなればね、そこまで世話はかからないということ。もう小学校低学年が少し手間がかかるくらいなんじゃないかなと思うけどね、なんかちょっと過保護すぎる親、なんていうかモンスターペアレンツなんかが、まあそっちの方が手間がかかるかなと私は考えている。その親の方が手間がかかるかなと私は考えている。子供はね、案外ほったらかしていても生きるからね。だから一番厄介なのは親の方かなと私は考えている。まあそこをなんとかクリアできれば、まあ感染拡大も防げるのではなかろうかということ。親が騒いで変な方向に持っていけ行くことになれば、ちょっと危ないことになるかなということははっきり言っておこうかなということだね。それで子供、その小中高の先輩方ももう自分で昼飯とか作るようにね、もうこのラーメンでもいいし、ラーメンばっかり食べたらちょっと食べ飽きるかもわかんないから、チャーハンなんか作ったり、あとは目玉焼きとか卵焼きとかそのくらいならできるからね。火なの、子供に火を扱うなんてとかいうアホの親がいるかもわかんないけど、そんなの仕方していいから、どんどん使っていいからね。あと包丁もどんどん使って自分で料理する。もうなんていうか、夜ご飯もう作ってあげようかぐらいの勢いの、勢いでその親を助けるみたいな感じで、逆に助けるみたいな感じでね、いた方がいいんじゃないかなということかな。いやー、しかしよかったね、感染拡大を防げて、子供のその今のその小中高の先輩方が休みになってね、本当によかったと思う。あとはさっきも言ったように親だね、変な親が騒ぎ立てたり、まあいわゆるモンスターペアレンツが非常に障害になるから、それらモンスターへの対処法が必要になるからなということだね。いや、しかしよかったね。まあ今日は私もなんか嬉しい気分だから、このポテトチップスとコーラで優雅に贅沢なひとときを送ろうかなと考えている。先輩方、ネズミランドは休みになったからいけないぞ、みんな。今日のところは以上だ。さて、耳鼻科に行ってこようかな。